マウリッシオリカルド・ピニー・ジャフェレーラは、チリ・サンティアゴ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。2002年に、チリの CF ・ウニベルシダ・でチレでキャリアをスタートさせた。イバン・サモラーノの後継者として期待され、2003年に、インテル・ナツヨナーレ・ミラノに加入したが、1年目の、前半をレンタル先の AC ・キエーボ・ベローナで過ごした。 あと、セルタでーゴへ移籍。その後5年間で6つのクラブを当たり歩き、2009年8月、アポロンリマソウルから、イタリアの US グロッセート FC に移籍した。ここで24試合に出場し、キャリア最多の24ゴールを挙げる活躍をした。この活躍から、翌年の6月に US チッタディパレルモへ4年契約で、移籍した。2012年1月、 カリアリカルチョへ期限付き移籍し、チーム最多の8ゴールを挙げる活躍をした。シーズン終了後に完全移籍。2014年8月7日、ジェノア CFC に移籍した。2015年1月、アタランタ BC に買取オプション付きでの期限付き移籍が決定した。シーズン終了後に同オプションが行使された。2017年1月5日、ローンで、 ジェノアへ復帰。翌シーズンより完全移籍となったが、7月20日に契約を解除し、ウニベルシダへ10年ぶりに復帰した。チリ代表として2003年にデビューを果たし、2006、FIFA ワールドカップ、南米予選では3ゴールを決めた。パレルモでの活躍により、コパアメリカ2011に招集されていたが負傷のため、辞退した。ありがとうございます。